単純になんか組織壊滅を狙ってきた人みたいになっちゃった。ごめんよ、なんかもっとスタイリッシュに行けばかっこよかったんだろうけど。完全にただのゴリラプレイになってしまった。すまん、これ本当はもっとステルスで行ってスーッと入っていけばさ絶対かっこよかった感じだよね。堂々と電気つけてて大丈夫かな。動画的には電気つけた方がいいんだろうけど。なんか誰かいるの。メモ、あ、物資リストね。2階の隅もしっかりする。あー、なるほど、これ本拠地というよりかは物を回収に来てる感じなんだ。なるほど、で基地じゃないんだねここは。あ、本拠地に攻め込んだみたいな雰囲気ではないんだ。ただこの脳筋プレイが良かったかどうかはちょっと分からんけども。ノラ、あんたなの。話がよく聞こえるな。ふう、行きましょうか。あれがノラか？アビーがいたってこと。バカにすんなよ。あいつがどこに行ったかハケ。アイザックに何か聞かれたら、私は思ってること伝えるから。好きにすれば、全くくだらない。ノラ、巻き添えはごめんだからな。うん。開けんな。アビーはもういないの？しあいつは孤立したな。あんまこっち行かない方がいいのか。まあ、回復1個使うか。潜入してきたとは思えないこののんびりさん。取れるものは全部取ったな。よし、ノーラ。やっとお前とご対面だぜ。静かに。それを置いて。久しぶり。ねえ。覚えてるでしょ。
何の用？アービーがいたよね。どこに行った？知らない。撃ったら銃声でみんなが集まってくる。でもあんたは殺せる。奴の居場所を言うなら逃がしてやってもいい。見逃してあげたでしょ。そもそも初めからジャクソンに近づかなきゃよかったんだ。アビーはどこ？叫び声にうなされる。何？毎晩思い出す。そう、あいつは殺されて当然のクズ。ぶっ殺す！誰か！侵入者だよ！誰か！マジか！ねえ！どこ行った？ノラ！逃がすもんか！こら！どこだ？これだ。待てよ。撃って！待て！待て！どこ行った？ん？そういうこと？飛んでいかなきゃいけないって教えてよ。仕切り直しじゃ。待ちな。うわ。どっち？うるさい！来ないで！お願いやめて！誰だ！銃を下ろせ！お願い見逃してあげるから。なんか黙って！両手を上げろ！下がって！逃げ場はないぞ。なぜ電源が入ってる？どうでもいい。侵入者を探しな。ああ、そういうことか。知らねえぞ。まずい。うわつらっ。待って、まあそっからだよね。危ない。いってらっしゃい。えっ、お前らは、お前らクリッカーで、クリッカー、クリッカー気をつけて。え、くっそ、クリッカー。ク
リッカーくそー、全員俺攻撃してきやがって。危ない、来るよ。全員殺せ、キノコ野郎が。やったぞ。人めっちゃいるんだけど。ゴリラプレイだな。いるのは知ってるぞ。そうね、サイレンサー使い切ったか。どこに隠れてる。ここなんだな。サイレンサーを外したのか。あ、なるほど。はあ。これ全部誰もいないかと思って探ってたらクリッカーがいるとかやめてね。強化して弓矢作れないか。大丈夫そうではあるよな。怖っ。完全なるゴリラプレイになってしまった。虫の中そんなに逃げ切れるとは思えないんだけど。あいつマスクつけてなかったしね。怖い。この中人探しするの地獄だな。意外と他とかいないよな。
まあまあな感じで声聞こえてない？この隙間いけるわけじゃないのか。咳込んでるな。まあエイリーでもない限りはこの胞子の中普通に生きていけるわけないもんね。聞かせてもらおうか。アビーはどこ？なんで、星吸ってるのに。あんたファイアフライ。ファイアフライなんてもういない。アビーはどこ？行ったところでどうせ私を殺すんでしょう。言えば楽に死ねるよ。それとも苦しんで死にたい？あの男がしたことで一体何人死んだか分かってんの？でどうするの？友達を売るつもりはないね。やはりファイアフライか。私大丈夫？お前それ誰の血だ？あいつ見つけた。この水族館。そう。ほら、体拭こう。腕を上げて。
を終わらせた。ほら、もう大丈夫。どこにも行かないで。はい、というわけで、あー、ファイヤーフライか。そうですね、ワンでやった行いが、まあね、あれが何も咎めなしというわけもなくというね、結果自分たちのやった行動が巡り巡ってきているということが分かってしまったというところですね。はい、というわけで、まあ長くなってしまったので今回はここまでにしておきましょう。次回をお楽しみに。ご視聴ありがとうございました。また見てねー。